はい、皆さんこんにちは。そろばん式暗算が子供の右脳を鍛える著者の高春豪でございます。このビデオはですね、ちょっと遠くから、放送しているということで、よく海外に僕行くんですけれども、ちょっとね、今回中国からね、カナダに飛ぶということで、本日は中国のあるホテルで撮影をしています。ちょっと暗いんですけどもね、ご容赦くださいと。このチャンネルではそろばんに関する話や、学習に関する話、それから、5年後や10年後を、見据えたようなね、子供たちがこれからどのように生きるかっていうね、そんな話をしているチャンネルですので、よろしければチャンネル、フォローじゃないですかね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日の話はですね、アバカスタジオという僕塾、ソロバン塾をやっておりますけれども、やっぱり先生と生徒の相性ってあるよねと。じゃあ、例えばね、僕なんかも、当然完璧な人間ではありません。みんなそうですけれども、みんな完璧な人間というか、完璧を目指そうと思うほど、まずあまりよろしくないと。僕はソロバンの点数で、満点ね、狙うで満点競技って言われる、俗に満点を取らないと、上の方に行けないよっていう大会ではね、満点の取り方で、それはある意味完璧を目指すんですけれども、世の中ではですね、その完璧、例えば僕が完璧を目指したところで、あんまり、そんなにね、完璧な成果が得られるっていうことはほとんどないんですね。で、そうすると、結局精神的にやられちゃったりとか、くじけちゃったりとかっていうするケースが結構多いと思うので、じゃあ僕は一生懸命、例えば教えたとしましょう、生徒にね。生徒に例えば一生懸命教えると。でも、それは全員飲み込みが違うでしょうし、それこそ僕のことがね、嫌いな人だっているだろうし、僕が例えば一生懸命教えても、僕がなんて言うんですかね、やっぱり生徒と先生ってずっとこれね、僕も10年以上、僕高校3年生の頃から実はそろばんを教えているんです。東京のね、ある教室で教えていて、その後いろいろあって、また自分で今やってるっていうところなんですけれども、17年以上いてですね、もう完璧に相性が合う生徒、相性が合う子もいっぱいいますけれども、一方で相性が合わない子っていうのも確かにいることは確かですよね。じゃあその時に、先生が一人でいいのかっていうことなんですよ。例えば先生が僕一人しかいなかったら、その子はソロバン教室に来づらくなってしまいますよね。だけど、アバカスタジオのスタッフは、現在合わせて大体15人ぐらいいるんですね。当然ね、OB の人とか OG の先生も混ざってますし、例えば今度学習塾部門でね、小杉先生が今度学習塾の方を担当してくれたりとか、あと特別練習だけは、行ってくれるとか、あと海外の派遣とかだったら、以前沢田先生、沢田慎之介先生っていうのがいたので、沢田慎之介先生に、時間がある時は、海外でなんかパフォーマンスをしてもらうとかね、いろんなことをしているわけで、全員15人がね、いつもいるわけではないんですが、その先生たちが、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日って、うちは朝3時じゃねえよ。午後3時から、9時ぐらいまで、シフトで、入れてもらってる感じなので、いろんな先生にね。そうすると、この先生がこの曜日にいるから行こうかなとかって、僕が例えば嫌いであったとしてもです。だから、人間ってね、だから本当に完璧なことっていうのはなくて、僕も努力はしますけれども、やっぱりこの先生の方が話しやすいとか、男の先生、女の先生のバランスとかも考えながらね、今ちょっと女の先生の方がバランスが、最近また新しい先生が増えてくれましたけれども、それは女の先生で、男女のバランスをやっぱり、先生の方も取っていきたいなと。ちょっとここ1、2年ぐらいは男の先生が増えることが多くてですね、体育会系ってことではないですけどね、でもやっぱりそれがやっぱり、いいのか、やっぱりその曜日によってちょっとカラーがあったりとかね、やっぱり、なんていうのかな、毎日ちょっと違う感覚で、生徒たちも来れるっていう感じが、やっぱり、いつもと違うね、感じで、いつもと同じようなんだけど、いつもと完全に同じじゃないみたいな。だそういうのっていうのは結構アバカスタジオのある意味特徴かなと思っていて、だから今ソロバン塾の先生をされているのであれば、今見ている方がね、やっぱり自分だけじゃなくて、やっぱり助手の先生がいてくれた方が、これはね、金本先生が言ってたことですね。星の里総合教室の前よく、もう本当に日本集団連盟のもうね、すごい先生ですけれども、金本先生がやっぱり教室で自分でだけで授業してると、やっぱりどうしてもマンネリ化しちゃうし、もう一人先生がいたりとか、例えばそこに一人保護者が来ることによって、やっぱりちょっとは引き締まった授業をやっぱりするんですよね。意識するんですよね。それは本当に確かだなと思っていて、だからうちのソロバン塾はいつでも見学 OK で、大体外でお母さん方がどちらでしろ座ってたりしたりはするんですけど、外っていうのはうちの教室って入る前にドアがあって、
って、入る前にドアがあって、当たり前ですね。ドアの前にもちょっと待ち室スペースみたいな感じがあるんですよ。まあ、ちょっと今暑くて本当にね、そこ申し訳ないなと思っていて、まだどのようにしようかっていうふうに考えてはいるところなんですけれどもね。うん、まあ、そこでお母さん方がいたりとか、まあ、実際に教室に入ってこられる、保護者の方も、まあ、3時のクラス、4時のクラス、まあ、そして最後のクラスなんかもね、保護者の方が入っていただいたりとか、特別練習の時も別に、まあ、僕は別に見ていいよっていうふうに言っているので、まあ、そうすると他人の目があることによって、まあ、こちらもちょっと引き締まって、授業ができるみたいなね、そんなところも、まあ、他人の目が入ったりすることっていうのはやっぱりいいことであるということなんですよね。まあ、だからこの YouTube もいろんな人に目を見てもらって判断しながら、まあ、ちょっと今日はね暗い部屋でねちょっと放送してちょっと申し訳ないなっていう感じではあるんですけれども、まあ、ちょっとねこれやっぱり僕ちょっと移動が多いものですから、まあ、移動がやっぱりね趣味なんですよね。飛行機乗ったりするのがやっぱり楽しいんですよ。まあ、なんていうのかな、まあ、ちょっと話が、まあ、夏休みなんでちょっと脱線すると、やっぱり飛行機乗ってるとかって空港行くと大体みんななんかワクワクしてる感じじゃないですか。やっぱりみんなの楽しい顔を見るのが僕はやっぱり好きなんですよね。だから教室でもやっぱりみんなが楽しくその場やってる様子がすごく好きですし、僕自身もやっぱり楽しくその場をやりたい。ね、やっぱりそういうところからやっぱり自分のそろばん、人生じゃないですけど自分のアバカススタジオという教室が始まってたりするもんですから、まあ確かにすごい人数が多くなってね、当然ざわざわする時もありますから、そしたらまあ例えば、まあ、先生が2人3人いれば僕が注意する役で、他の2人とか、ね、3人の先生と、まあ、4人たまに先生がいる時もありますけれども、そしたらまあその先生が、まあ、ちょっと落ち着けてとかって、まあね、その夫婦じゃないですけれども、例えばねお母さんが厳しかったらお父さんちょっと優しくするみたいなね、やっぱりそういう役割とかっていうのは教室の中でもいつも緊張しすぎるのって嫌じゃないですか。まあ、もちろん緊張した空間をわざと作る時もありますし、まあ、自分自身がね、まあ、イラッとしてしまう時も確かにありますよ。でもまあ僕はどちらかというと自分ですごいイラッとするっていうよりかは、まあわざとイラッとするようにするみたいなところはありますよね。うん、わざとイラッとさせるような、あ、まあ、それを、ね、聞いちゃったら生徒たち分かっちゃうからいけないでしょうし、まあ僕でもね基本的にそんな怖くないんで、まあね、まだ怖くないようにしたいんですよね。うん、だからそれはある意味、僕よくスターバックスっていう場所に行きますけれども、まあスターバックスっていうのは家でもない、職場でもないみたいな、その第三の空間を求めていると思うんですね、スターバックスは。でスターバックスのような、僕は海外でもスターバックス行ったりするんですけれども、やっぱりそういった新しい空間っていうんですか、やっぱり僕の空間の作り方とか、まあ、そこまでねもう完璧にはできてないんですけれども、どういった空間が居心地がいいか、どういった先生の人数がいて配置がいたら居心地がいいか、まあ、これだけ人数が先生がいるときにはこういうことをみんなでやろうとかっていうことを、まあ、頭の中でいつも考えながらね、まあ、いかにみんながそろばん上手になってもらうか、まあ、上手になってもらい、しかも好きになってもらい、そして楽しく、そして日本だけじゃなくて海外の人たちにもそろばんって素晴らしいんだよっていうのが、まあ、広まってくれればね、僕はもう本当にそれで嬉しいんですよね。うん、それが一番の願いかなっていう感じがしますね。だから、まあ、そういう意味では、まあ、僕に 100% 合う人じゃなくても本当にね、なんとかそろばんをね続けながら、まあ、この先生と仲良くなれたからよかったねとかって、まあ、そういうのでもいいと思うんですね。うん、だから、まあ、そんな感じでね、皆さんもだからいろんな習い事をされていると思いますけれども、まあ、この先生がいいと思ったら、まあ、本当に仲良くしちゃえっていうのはありますけれども、まあ、基本的にはね、まあ、基本的には仲悪いよりかはその先生に月謝を払っているのであれば、まあ、仲良くした方が得ではありますよね。ね、だって同じ月謝払ってるわけですから、先生と仲良くなればそもそもお金の、付き合いとかじゃなくて、やっぱり根本的には人対人ですから、まあ、そこでね、どのようなお話をしていくかとか、まあ本当そうですよね。例えば大会とか検定でどのように受けたらいいですかとかって相談してくれる方が、やっぱりアドバイスしやすいですし、仲良くな、僕も仲良くなれますから、うん、やっぱり話しやすい方が良くないですかと思うわけですね。まあ昔の先生なんかはね、本当厳しい先生とかだとちょっと話しづらいってことがあったと思いますけれども、まあ僕は全然他のそろばん塾の生徒、お母さんから、生徒のお母さんからもね、話しかけてもらえるようなね、幸いありがたいポジションだとは思ってますから、まあ僕は YouTube でも喋ってますしね、いつでもなんかお話しかけてくれれば僕は嬉しいかなと思ってます。まあ結構一人で行動するのが好きなんですけど、まあ、それでもね、別にそろばんのことは一生懸命答えますし、まあ、僕もまだまだね、当然これからまだまだやらなきゃいけないことありますし、まあ、そろばんだけでもなくてね、皆さんの人生のことをね、子供たちの人生のことを考えながら、いろいろこれからもやっていきたいと思います。というわけでですね、引き続き今このチャンネル、見ていただければ嬉しく思いますので、皆さん良い一日をお過ごしください。それでは皆さん、さようなら。